どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はタイスワンナプーム国際空港に来ております。本日ですね、JGC 修行で、ニューヨークから東京乗り継いでこのバンコクまでね来たわけなんですけども、このタイバンコクから日本に帰ります。で、帰る便なんですけども、ちょうどね今朝の5時過ぎぐらいなんですよ。朝ので、フライトはですね今日の夜の日付が変わった0時20分ということで、かなり時間があります。10何時間ぐらいありますね。はい、ひとまずですね今回ね日本に帰るということで入国いたしますので、PCR 検査をね受けなきゃいけないということで、前回ねお世話になったこのターミナルの、ここは1階の8番と7番の間にね PCR 検査場、1200バースで、ね、受けれるところありますので、そこで PCR 検査を受けまして、日本の方ね帰りたいと思います。まあ、これで陰性が出なかったら帰れないっていった形になりますね。はい、ひとまず PCR ね受けに行きたいと思います。ということで PCR 検査終わりました。なんかやっても慣れないですね。はい、めちゃくちゃ涙出るということでですね、本日のフライトは、今日の夜中の12時20分ということで、あとね、十何時間以上ありますんで、ひとまず出発カウンターで待ちたいと思います。いやー今朝の5時なんでねかなり眠いです。デパーチャー4階ですね。さすがにこの時間なんで PCR 検査場もガラガラですし、空港もガラガラですね。はい、この空港にはねマックとかねケンタとか食べるところもありますんでね、はい、食事はそこら辺で済ましていきたいと思います。はあ、いやー戻ってきましたね。はい、前回はどこで待ってたんだっけ覚えてないですけど、多分そこら辺の場所で座って待ってましたわね。でも思ったより人いますね。まあ、これから朝の早い便が出発するっていうのもありますんで、その関係かもしれないですね。じゃあちょっと空いてるとこ座ってゆっくりしたいと思います。あ、チャージングスポットが近いところがいいですね。おはようございます。時刻は午後1時20分になりました。何時に着いたんだっけ。結構早い時間に着いて、ここに着いたのもちょっと何時か覚えてないんですけど、まあ、5時か6時ぐらいに着いて、でひとまず寝て、はい、で何時、10時前ぐらいに起きまして、ちょっと家族と連絡取ったりもろもろしてまして、でまた眠気が一気に来て寝てみたいな、で今に至ります。でちょっとね昨日食べ過ぎてしまったせいでね完全に胃もたれを起こしておりまして、朝からね水しか飲んでないんですけど、お腹が空かないですね。はい、ということで眠気がね結構すっきりしましたんで、ちょっと移動して、編集作業ね進めたいなと思いますんで、下の階にねマックとかありますんで、まあ、ちょっと机のあるとこ行ってね、はい、ちょっと仕事したいと思います。では移動いたしましょう。このベンチでかなり休ませていただきました。ありがたい限りです。でここね充電スポットもありますんで、バッチリ充電もしながらね過ごすことができました。ということでちょっと行ってきます。ということでカフェに入ってまいりました。ちょっとマックがねちょっと店内狭かったので、やめてこちらのカフェに今お世話になっております。はい、コーヒーでいくらね135バーツこのカプチーノ、ちょっといくらわかんないですけど全然気にしてないですけど、いただきましょう。美味しい。135バーツっていくらなんだろう。結構高そうですね。510円、まあ、結構お高めですね。まあ、ここは空港なんでねしょうがないですよね。うん、ということでここでねちょっとあと検査結果が出るまで多分6時とか7時ぐらいにねメールが来ると思うんですよね、前回の感じからすると。うん、ですけどまあとはいえまだ5時間ぐらいありますんで、ここでちょっとゆっくりしていきたいなと思います。はい、ということでゆっくりしつつ、ちょっとね朝から別に何も食べてないんですけど、飛行機で昨日ね食べ過ぎて完全に胃もたれを起こしております。で今もね全然お腹は空いてるんですけど、まああんまり食欲湧かないみたいな感じなんで、ちょっとあとでここでサンドイッチがね売ってるんで、サンドイッチでもつまもうかなと思ってるんですけど、ひとまず今はね何も取らず仕事したいと思います。とりあえずコーヒーねめっちゃ癒されてます。
ということで、しばらく仕事しつつ、まあまあまだ結構ありますね。ゆっくりしたいと思います。ということで、時刻は今4時半になりました。やっとね、食欲が湧いてきました。まあお腹空いてるんだけど食べたくないみたいな、ずっと続いてまして、やっとね、食べようかなというふうになりましたので、はい、こちらはね、よくわからないです。サンドイッチの、マッシュルームとほうれん草なんですね。あったかいものがあってね、空港の中ね、ずっといると寒いんですよね。今もね、ウルトラライトダウンを着ても若干寒いんですけど、隣の外人さんはハーパン半袖です。いや、本当にね、びっくりですね。いただきます。マッシュルームとほうれん草とチーズ、簡単に言うと薄いピザみたいな感じですかね。いや、前回ね、ここに来た時にタイのね、お料理屋さんがあるんですよ。まあ、サブウェイもありますし、ケンタもあるし、マックもあるし、スタバもあるんで、まあ、選び放題なんですけど、まあ、さすがにね、これからもう日本帰るのにマックとかケンタとかわざわざ食べなくていいかなと思って、かといって私はね、エビが食べれないんで、で結構ね、タイ料理結構すごいんで、どうしようかなと思って、結局このカフェで済ましてしまいました。いろいろあるんで、日本食レストランもあるんですよ、向こうに。だからうなぎとかも食べれるし、寿司も食べれる、すごいですよね。あとね、中華も、ね、あるんですよ。ですんで、めちゃめちゃ充実してますよね。うん、だタイ料理最後ね、食べ残したっていう人は、この3回こう2回かありますんで、そこで食べるのもね、ありですよね。うん、ということで、これ美味しい。なんていう料理なんだろう、ちょっと料理名が分かんないですけど、美味しいです。ということで、もうちょっとね、まだあと4時間5時間ぐらいありますんで、まあ4時間半ぐらいかありますんで、もう一踏ん張りね、仕事したいなと思うんですけども、今日は本当にね、あんまり食べ過ぎずに、はい、登場を迎えたいなと思います。ということで、もうしばらく頑張って登場を迎えたいなと思います。ということで、 MyOSS のねアップロード終わりましたので、こちら ANA でね、 L カウンターでやってるみたいなんですけども、まあちょっと空いてたらね、ちょっと聞いてみたいと思います。多分入れてもらえないんじゃないかなと予想しておりますけども、まあとりあえず行ってみたいと思います。はい、ということでチェックインね、していただきました。いいですね、このね、ダイヤモンドのねカウンターオープンしておりまして、チェックインできそうです。まだね7時なんですけども、ありがたいですね。はい、ということで、もうしばらくチェックインね、今手続きしていただいております。いや、ありがたいことにチェックインねしていただきました。ということで、今回ね、エコノミークラスで発券してたんですけども、マイルを使ってね、2万マイルだったかな、はい、ビジネスクラスにアップグレードしていただきました。はい、ということで、今回ね、どこだっけ、 TG だからタイ航空かな、はい、ラウンジ利用することができるということで、早速ねセキュリティチェック行きたいと思います。前回同様ね、ちょっと前回言い忘れたかもしれないですけども、この空港にはねファーストトラックがありますので、そちらね利用することができます。あ、前回はあれだったかな、タイ航空のファーストクラスだったんで、めちゃくちゃすごかったやつですね。はい、ということでセキュリティチェックと、ね、出国審査行きたいと思います。やはりね、日本すごいですね、 ANA はちゃんとこういったね、日本語の分かりやすいようにねしていただけるってすごいですよね。こんな紙までラウンジの案内と、ファーストクラックのね、場所とかもね記載している紙もねいただけるということで、すごいですね。ちょっとシャワーはね多分使えないと思うんですけども、一応聞いてみたいと思います。ということで行きましょう。ということで、無事ね制限エリアに入りました。ひとまずね、ミラクルラウンジね、あれって書いてあるんですよね、シャワーがやってるみたいな表記があるんで、ちょっと行ってみたいと思います。まあダメだったらダメで、はい、開けましょう。ということで、シャワールーム来ました。シャワールームやってますね。はい、前回タイのファーストクラスで、ね、乗った時に他のラウンジもやってないっていう案内だったんですけども、まあ間違ってたのかな、ちょっとわかんないですけども、今回こちらね、ミラクルラウンジっていう D の5番ぐらいのね出口のそばのミラクルラウンジ、かなり大きいラウンジね利用させていただいております。はい、ということで、こちらがアメニティですね。非常にしっかりしております。歯ブラシ、ボディーローション、シャワーキャップ、コンディショナー、すごいですね。あとタオル一式と、洗面台と、こちらはハンドソープですかね。はい、でトイレ、小便器と大便器が分かれているんですね。でこちらがシャワーブースです。
シャワーブースは、可動式のシャワーは1個だけですね。あとこちらにシャンプーとシャワージェルが入っておりますということなので、まあ、コンディショナーはここから持っていくみたいなね、そんな感じですかね。ラウンジ自体ね、かなり広いんで、ラウンジじゃない、シャワールーム自体ね、かなり広いんでいいですね。ということで早速浴びたいと思います。いやー、利用的にありがたいですね。では浴びたいと思います。それではシャワー上がりました。いやー、暑いですね、うん、かなり。ちょっとハーパーに履き替えて、また登場前に、ね、長ズボンに履き替えたいと思いますけども、飛行機の中ね、多分寒いと思うんですよね。はい、ひとまず、シャワー浴びてすっきりしましたんで食事したいと思います。いやね、着替えをね持ってきてないんです。というのも、ではね、ラウンジに戻ってまいりました。コーンスープですね、はい、で、これはお米で、カレーですね。あー、美味しそうですね。せっかくなんで最後にカレーいただきましょうかね。これはチキングリーンカレーですね。あとこれは温野菜ですかね。はい、あ、こっちはヌードルバーがあるんだ。ポークワンタンスープとチキンスープ、あ、違う、チキンヌードルね。いいですね。で、こっちにサンドイッチがあります。いや、めちゃくちゃ充実してる。ケーキとかもありますね。ポテトチップスにサラダ、あ、サラダいいっすね。いただきましょう。あとコーヒーマシンと、あとパンですね。ソーセージパンとかクロワッサンとかアイスもありますね。すごい。で、こっちには飲み物です。いや、ビールからコーラ、シャンパンもありますね。いや、いいですね。コーラもらいましょうかね。あとこっちにウイスキーとかありますね。ウイスキーあるかな。あ、ウイスキー空ですね、はあはあ、これウイスキーじゃない、やっぱりそう、空ですね、はい、ということで、あとフルーツジュースもありますっていう感じですね。ではいただきましょう。ということで、いただきましょう。ちょっと咳込んじゃってコーラ飲んじゃいました。うまいですね、はい、ということで、カレーとまあ、いつものサラダですね。オンサラダと生野菜両方あったので両方いただいてきました。ということで、いただきます。チキンカレーめちゃくちゃ美味しい。ちょっとね、今ヌードルをね食べるか迷ってるんですけど、多分食べますね、はい、前回ね、東京からバンコク路線で、おそらくね、飲み物のサービスで多分食事出ないと思いますので、しっかり食事して搭乗を迎えたいと思います。では、いただきます。チキン、グリーンチキンカレー、うまいっす、うん、結構ココナッツが効いている感じですね、うん、お野菜、これはお野菜、美味しいですね。搭乗はですね、12時20分発とかなんで、まあ、こっからね、搭乗ゲートめちゃくちゃ近いんですよ、うん、ですんで、まあ、11時40分ぐらいにしたら出ましょうかね、はい、ここはセキュリティチェックは多分搭乗前にないと思いますので、ということで、ちょっとゆっくりしつついただきたいと思います、うん、ということで、搭乗時刻になりましたのでゲートの方行きたいと思います。本当にね、あのラウンジからすぐそばということで、今日はね、あの D の4番ゲートということで行きたいと思います。これだけ近いといいですね、うん、ギリギリまでラウンジに入れますね。ということで、あと5分ぐらいしたら搭乗開始になると思います。ということで、これで待っていきましょう。まあ、最後ね、日本の帰国便 ANA ということで、一応ね、ダイヤモンド持っておりますので、一番最初に搭乗することができると思います。いや、ずっとね、いろんな航空会社乗ってきましたけども、 ANA 乗るのね、実は結構久しぶりっていう風になりますんで、楽しみですね、はい、ということで、もうちょっとしたらね、搭乗開始すると思いますんで、この辺で待ちたいと思います。いや、久しぶりの ANA の国際線ですね。非常に楽しみです。サンキュー。サンキュー。ということで、 ANA 国際線登場していきたいと思います。今回 5K という座席ですね。行きたいと思います。こんばんは。こんばんは。
ありがとうございます。ということで無事搭乗することができました。今回はボーイング787ですね、座席ピッチはこんな風になっておりまして、222の座席になっております。今回ね、ダイヤモンドパワーで一番最初にね、搭乗させていただきました。ということでこちらで成田空港まで帰ります。こちらにお水、あ、黒部のお水ですね。あと税関の書類とメニュー、あとこちらにはスリッパと、あとこちら、また違うアメニティが入ってるんですね、このアメニティは初めてもらえますね。あと安全なしおりとエチケット袋で、座席はねこんな感じになっておりまして、多分ほぼほぼフルフラットになると思うんですけども、真っ平らにはならないみたいな、そんな感じになっております。いや、いいですね。はい、こんな感じになっております。ということで約ね4時間半ぐらいのフライトを楽しんでいきたいなと思います。ということで今回ね 5K という座席になっておりますので、外の景色もねバッチリ楽しみに座席になっております。バンコクの夜の景色がね非常に美しいですね。はい、ということでもうしばらくね飛行機動くまで待ちたいと思います。エンジンがね真横っていう風になりますので非常にかっこいいですね。それではですね、まだね飛行機動くまで時間がありますので、座席の方をね見ていきたいなと思います。こちらにねリクライニングのボタンがありまして、でここにねリモコンがあります。ここに AC と USB タイプ A の、ね、があります。で、はい、モニターはねここに入っております。ここから多分引き出す感じになりますかね。でテーブルはこっち側ですね。はい、ここからテーブルをね引っ張ってする感じですね。まあ座席周りはこんなもんですかね。モニターがね目の前にありますんで、機内安全ビデオとかは、まあ、こちらでね、見ていく感じですね。まあ、座った感じもねこんな感じですので、かなりゆったりできるんじゃないでしょうか。この座席でねここまでの長距離を乗るのねかなり久しぶりですね。楽しみですね。はい、なぜでしょうか。久しぶりに ANA の飛行機に乗るということで、めちゃくちゃ安心感がありますね。なんででしょうかね。はい、ここ1ヶ月ぐらいいろんな航空会社乗ってきましたけども、 ANA に乗っているというだけで非常に安心感があってほっとしますね。はい、帰ってきた感があります。ということで動画閉まるまでもうしばらく待ちたいと思います。両方の体をこれまでの時間で左右に引いて閉めます。飛翔口または翼の上で丸の引き手を強く引いて膨らませます。
ートベルト着用線が消えましたので、ちょっと座席をね倒していきましょう。このボタンを押していくとこんな感じですね、倒れていきます。おお、これがマックスですね。で、足先はですね、これがこうなってますんで、これを開いて、で、こういう感じですね。はい。で、これを見るとこんな感じですね。まあ、フルフラットではないですね。うん。はい、こんな感じになっております。上から見るとこういう感じですね。どうでしょうか。体はねだいぶ横になってますんで、まあフルフラットではないですけどね、特になんかこの体勢だと疲れるみたいなのはありませんので、いえ、寝ようと思えばね多分めちゃくちゃぐっすり寝れると思いますね。はい、また ANA と JAL とね、この機材でもね座席がだいぶ違いますね。 JAL の場合はまあフルフラットにならないちょっと斜めみたいな感じで、 ANA の方はもうあれですね、ちょっとこう椅子が倒れてるみたいな感じですかね。 JAL の方があの平らに近い感じがしますね。はい、こんな感じになっております。ということでもうねあの機内も真っ暗になっておりますので、私もねしばらく仮眠取らせていただきたいなと思います。ということで休もうとね思ってたんですけども、今からドリンクサービスと軽い軽食みたいなね出るみたいなので、まあ、それはちょっとねあの楽しんでから休みたいなと思います。で、あの出てくる前までね、こちらアメニティです。このね感じの巾着に入ってて可愛いですよね。はい、ちゃんとねここに ANA の文字入ってます。で、中身ですね、これ ANA のマスクで、こちらがアイマスクですね。で、歯ブラシで、イヤホンじゃない耳栓ですね。入ってるものは以上になります。はい、こんな感じになっております。この巾着も非常に可愛いですよね。はい、今後利用していきたいなと思います。ではね、ドリンクサービス始まりますのでしばらく待ちたいと思います。それではですね、ビジネスクラスではねこういったメニューがねいただけるわけなんですけども、ちょっとね暗くて見えないと思いますけど、日本酒からシャンパンですね、赤ワイン、白ワイン、で今回のシャンパンはシャンパーニュカルステルのキュベックムレットルゼルム、フランスのねシャンパン、まあシャンパンなんてフランスは当たり前なんで、シャンパンがねいただけます。あと白ワインですね。で、あとノンアルコール、あとあれですね、ジュース、ソフトドリンク等々もあります。カオルカボスとかもねありますね。で、このね食事がですね、この時間に関してはですね、アミューズで、枝豆とクリームチーズのラタリュールのクレープロールですね、こちらがいただけるという感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。この時間に関してはですね、クリームチーズラタトゥーリュのクレープロールと枝豆がいただけるということで、今ねちょうど話してる時にね、来ました。こんな感じでいただくことができます。で、飲み物ですね、ちょっとシャンパンをいただきました。はい、で、それ以外には、スープですね、野菜スープで、この路線もですね、一風堂のね、味噌ラーメンがいただけるんですね。これはすごいですね。はい、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。結構ね、ニューヨークの帰りとかね、あれが利用させていただいてるんですけども、毎回食べてしまうぐらい美味しいんでね、あのこの時間帯でね、到着前にね食事の時間があるんですけども、その時にねこれちょっといただきたいなと思います。それ以外にはアイスクリーム、あとフライドパスタスナックとかミックスナッツ、あとあられとかもねいただけて、別にね朝食和食とかもね選ぶことができます。まあここら辺はね、まあ、公式サイトに載っておりますので詳しくは申し訳ないんですけども、まあ、軽いね和食と洋食から選んで利用することができます。はい、そんなもんですかね。はい、こんな感じでねビジネスクラスになっておりますんで、いつでもねラーメンとかいただけるっていうのはね、ラーメン好きの私にしてはね最高ですね。ということで、せっかくね出していただきましたんでいただきましょう。ちゃんと
おしぼりもいただけました。ではいただきます。シャンパン。感じですかね。いただきます。この上の葉っぱとか食べれるのかちょっと分かんないんでやめておきましょう。どうも、いただきます。美味しいです。あとこちら枝豆ですね。うまい。美味しいですね。ということで、あとはねゆっくりいただいてやってみたいなと思います。なんだかんだね、そんなにあの飛行時間も長くないんでね、はい、仮眠ね取っておきたいと思います。枝豆美味しい。それではお手洗い入ってまいりました。こちらね手洗うところで、こちらがアメニティになっております。まあ、改めてね ANA と JAL ビジネスクラス両方と利用させていただきましたけども、やっぱり細かい点が違いますね。 JAL は基本的に歯ブラシとモンダミンが置いてある感じで、 ANA の方は歯ブラシとフェイスボディシートマウスウォッシュということで、この3点が、ね、ありますね。この男性の方とかに、まあ、私は嬉しいんですけど、このボディシートね非常に嬉しいんですよね。はい、汗かいたりした時にねこれ拭けるのね非常にいいですよね。はい、それ以外は特には差みたいなのはないかなと思います。 ANA の方はね基本的に白が基調になってますね。お手洗いがね、はい、でお手洗いにはウォシュレットがついております。でこのトイレにはおむつ台はないみたいですね。はい、そんな感じになっております。ひとまず、歯磨きしてね、休みたいなと思います。ということで着陸態勢に入りました。なんとですね、じゃじゃん、書いていただきました。嬉しいですね。入る仕様頑張ってくださいということで、いつもありがとうございますということで、いや嬉しいですね。ボーイング78で私9、いや嬉しい。今回ねキャプテンのお名前も入れていただいて、そこはねあのモザイク入れさせていただきますけども、いや嬉しいですね。こちらもいただきました。いや嬉しいですね。これはちょっと今開けれないので、また、はい、別の機会に開けてお見せしたいと思います。いや嬉しいですね。いや本当に嬉しい。ねえねえさんありがとうございます。本当にということで、もう間もなくね東京成田空港に到着いたします。
成田国際空港に到着いたしました。とうとう日本に帰ってまいりました。どうでしょうか、今まで成田空港では結構待たされるという話を聞いておりましたが、どんな感じなんでしょうね、入国を。これもね、お話できればなと思います。ということで無事成田空港到着いたしました。今回ね ANA ビジネスクラスでやってまいりましたけど、本当にめちゃくちゃ良かったですね。はい、改めて ANA の、ね、良さも非常に体験できたフライトとなりました。でですね、成田空港に着いたのがちょうど9時10分ぐらいで、今ね9時28分ということで、本当にめちゃくちゃすごいですね。はい、もう昔の入国とはね違いますね。本当に前回関空にね、着いた時も20分ぐらいで自由になりましたし、今回も20分ぐらいでね開放していただいたので、本当にね体制が確立されておりますね。本当にありがたい限りです。ということで今回ですね、タイバンコクから ANA ビジネスクラスで、東京成田空港までやってまいりました。で成田空港ね、残念ながら ANA のねアライバルラウンジねやってるのかなと思ったら、まだクローズしてるんですね。もう完全に閉鎖して、食事もねシャワーも利用できない状態なんですね。これはね知りませんでした。残念ですね。ということで今回ね特に修行とかそういうわけではなく、 JAL のね JGC 修行の、帰り道をね、ANA のねスカイコインが余っておりましたので、それを使って発見して、またねアップグレードポイントも残っておりましたので、ビジネスクラスにねアップグレードしていただいて、利用させていただいた感じですね。国際線でねアップグレードポイントが利用できて本当に良かったですね。はい、今後もねまだね、30ポイントぐらいあると思うんで、ガンガンね使っていきたいと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。